おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。フィリピンマニラ、マニラ湾の埋め立て事業は一つを除いて政府の審査が行われるまで中断されており、フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領は月曜日に発表しました。これは環境保護活動家や議員からその地域を生態系の破壊から守る勝利として歓迎されました。すべての埋め立て事業は中断されています。審査中です。一つだけが進行中ですが、それはすでに審査済みです。多くの問題があります。正しく実施されていない事業も多いですと大統領はブラカン州の役人たちに語りかけ、その地域の洪水と政府の対応について説明を受けました。とにかくそれは別の大きな問題です。すべて進行すれば多くの川が詰まり、マニラ湾に流れ込む川も含まれます。水はどこにも行く場所がありません。ロクサスブルバードでも海が消えてしまうでしょうと述べました。マルコス大統領は中国の建設会社が言っているマニラ湾の埋め立てプロジェクトについて、3年前にワシントンによってブラックリストに載せられたことを受けて抗議決定を下しました。8月1日、米国大使館の広報担当者カニシカガンゴパダヒャイは、中国国有の中国通信建設株式会社が世界銀行とアジア開発銀行によって不正なビジネス慣行を行ったと述べました。中国通信建設株式会社は2020年以来、米国によって24の中国企業のうちの一つとしてブラックリスト入りしており、これらの企業は南シナ海の一部の特徴を北京の軍事基地に変えるために人工島の建設に携わってきました。ロクサスブルバードにある大使館複合施設は湾を見下ろしており、一部の埋め立てプロジェクトの現場に近接しています。ただし、中国通信建設株式会社のマニラ湾プロジェクトが中断されたものの中に含まれているかどうかは明確ではありません。大統領は月曜日にどの開発者が進行を許可されたかを述べていないためです。大統領広報庁はこの件に関するメディアからの問い合わせにすぐに返答しなかった。環境長官マリア・アントニア・ユーロロイザナは地元及び外国の専門家チームを招集してマニラ湾の埋め立てプロジェクトの累積的影響評価を実施する予定だと述べました。彼女は今月中にチームを結成する予定であり、多くの専門家がすでにマニラ湾のプロジェクトの評価に関与していると述べました。環境団体は水曜日にマルコス氏の決定を首都の数少ない景色の美しいスポットの一つで、その夕日の眺めで有名なマニラ湾の周辺での破壊的な埋め立てプロジェクトに対する勝利として称賛しました。環境人々のネットワークであるカリカサンピープルズネットワークフォーザエンバイロンメントは、これはマニラ湾の生態系の破壊と沿岸コミュニティの追放に対する多年にわたるコミュニティの行動と市民社会の抗議活動の具体的な結果ですと述べています。ただし、この団体は決定に対して控えめにし、決定を覆すための提訴方法を見つけるかもしれないプロジェクトの提案者に対する警戒心を呼びかけています。アリャンサティギル・ミナも発表を歓迎しましたが、大統領府環境自然資源省 DENR フィリピン埋め立て権限 PRA からの命令の形であるか書面であることを望んでいます。国際的な環境団体オセアナはマルコス政権に対し、マニラ湾だけでなく国内の他の地域でもプロジェクトを永久に停止するよう求めています。オセアナは PRA からのデータを引用して、2023年2月末現在で国内に52件の埋め立てプロジェクトがあり、昨年放棄されたコロンのプロジェクトを含むと述べました。そのうち22件の埋め立てプロジェクトがマニラ湾にあり、そのうち半分または11件がすでに進行中です。活動家の漁業団体であるパマラカヤは、DENR に対して大統領のプロジェクト中断宣言を遵守し、同庁が発行した環境許可を取り消すよう求めました。パマラカヤの副議長であるロンネル・アランブロは次のように述べました。
マルコス大統領の発言が具体的になるためには、DENR は即座にマニラ湾の埋め立てプロジェクトの21の環境適合証明書を見直す必要があります。上院環境及び天然資源委員会の委員長であるシンシア・ビラール上院議員は、マルコス大統領の決定は、私たちが埋め立てプロジェクトの悪影響を恐れている私たちにとって良いニュースですと述べました。マニラ湾の埋め立ては、私たちの都市で大規模な洪水を引き起こすでしょうとビラール上院議員は述べました。マニラ湾を埋め立てる活動を停止するための、モラトリアムを早くから提案してきた上院議員である JVL セイト上院議員は、記者に対してそれは非常に歓迎すべき発展です。私は大統領の決定を 100% 支持します、と述べました。しかし、彼は水曜日にマニラ湾を通り過ぎた際、海岸近くで砂を投棄しているいくつかの掘削機をまだ見ていたと述べました。野党の上院議員リサ・オンティベロスも大統領の命令を称賛しましたが、フィリピンは中国通信建設株式会社のような中国国有企業に、埋め立てプロジェクトに従事する許可を与えるべきではないと繰り返しました。彼女は、中国通信建設株式会社が西フィリピン海で、不法に中国の軍事施設を建設した同じ企業であると述べました。オンティベロス上院議員は、私は大統領の中断を歓迎しますが、政府はもはや中国通信建設株式会社のような中国国有企業に、埋め立てプロジェクトの許可を与えるべきではありません。今では決してと述べました。上院議員フランシス・エスクデロは、既存の環境法に違反したプロジェクト活動の背後にいる政府関係者及び、他の個人に対して適切な告発を行うべきだと述べました。ただし、プロジェクト契約の見直しは証拠に基づいて独断ではない必要があります、と彼は述べました。いずれもキャンセルまたは修正される場合、適切な告発が行われ、誤った公式及び個人に対して説明責任を果たすための措置が取られるべきですとエスクデロ上院議員は述べました。上院議長代理ローレン・レガルダは、プロジェクトを中断することに感謝し、土地拡張には生態学的な選択肢は存在しないと述べました。結局のところ、私たちの真大的な責任の一環として、私たちの決定が生態学的に健全であり、気候危機や生物多様性の喪失にさらに寄与しないようにすることが求められますと彼女は述べました。月曜日、プロジェクト中断の決定を伝える前に、マルコス氏はブラカン州議会議員アンブロシオクルス・ジュニアから、ブラカン町の沿岸地域に建設されている、ニューマニラ・インターナショナル・エアポート NMIA の建設が、洪水を悪化させているという告発を受けました。人々は、NMIA がまだ建設されていなかった頃から洪水が発生していましたが、建設が始まると洪水が悪化したと指摘していますと彼は述べました。サンミゲルエアシティインクのプロジェクトである NMIA は、2027年までに完成する予定です。情報は以上となります。最後までお付き合いいただき、大変ありがとうございました。今日もニュースをピックアップしました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。では、ごきげんよう。